沖いつみです。どうもお世話になりました。ありがとうございました。沖いつみです、この1年ディアナとして活動させていただき、本当に他では体験できない貴重な経験や、多くの方々と出会うことができました。ファンの方々に声をかけていただいて、本当にそれがパワーとなって頑張ることができました。18人このメンバーと一緒に頑張ることができて本当に嬉しく思います。これからも横浜ベイスターズ応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。彼女は地元から遠くのところから離れてベイスターズのために、ね、出てきてくれて、ね、長野から彼女は一人、横浜にやってきてディアナのために頑張ってくれました。高いところが苦手やっていうね、高所恐怖症なんですけども、ご存じの通り小柄なんで、上に上がって怖いね、支えフラフラするところで頑張って笑顔を絶やさず頑張ってくれました。沖いつみでした。お疲れ様でした。はい、続いては石川メリーです。はい、じゃあメリーも一言もらいましょうか。はい、石川メリーです。今日も横浜スタジアムに足を運びいただいて、こんなにたくさんのお客様に囲まれて私は踊ることができて本当に幸せです。今シーズンディアーナとして横浜ベイスターズを皆さんと一緒に応援させていただいて、まずチアということが初めてだった私はメンバーの足を引っ張ってしまうこともあったんですけれども、本当にこの1年で他では本当に味わうことができないいろいろな体験経験ができて、本当に貴重な素敵な時間を皆さんと一緒に過ごしたと思っています。本当に皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。来シーズンも横浜ベイスターズ皆さん応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。はい、シーズン後半からは、ね、チームダンスの曲の編集を彼女が自分でやってくれて、ね、チームのためにという、まあ、踊っているのはいろんな、ね、こう木澤さん、小林さんとか木澤さんの皆さんにもお世話になりますけども、彼女がいっぱいいろんな編集のアレンジを加えて今日のダンスをみんなで踊ることができたということです。石川ベリーでした。お疲れ様でした。はい、続いて3番は、はい、藤原舞ちゃん、お願いします。舞、はい、舞藤原舞です。今シーズン私は2年目なんですけど、去年と違ってまたいろいろなことを経験させていただきました。辛いことも嬉しいことも、ファンの皆さんやメンバー17人と一緒に共有できたことは本当に宝物だし幸せなことだと思います。いつもベイスターズ熱い声援を送ってくれた皆さん、本当にありがとうございました。はい、いやー、宇治原も去年からもうね、サブリーダーとなって本当にしっかりと、チームをまとめてくれました。スタンスでも今年新しいポジションを経験して頼りの存在、サブリーダーとしてね、自らあまり前に出るタイプないけども、チームのことを、いつもみんなのことを考えてサブリーダーとして動いてくれました。宇治原舞でした。お疲れ様でした。はい、こんばんは、久保田結衣です。はい、久保田結衣です。昨日ここで何を皆さんにお話ししようかなと考えていたんですけど、いっぱいいっぱい考えが出てきてしまって、本当に伝えたいことが溢れているなと改めて思いました。私は皆さんとこの場で出会えたことが本当に一つ一つが素敵な思い出で宝物です。皆さんにとっても同じようにディアナと出会えたこと、ディアナと一緒に応援できたこと、ディアナのダンスパフォーマンスを見たことが素敵な思い出となってくれていたら本当に嬉しいです。そして最後に、私は横浜ベイスターズのディアナとして活動ができて、そしてディアナの18名と出会うことができて本当に幸せ者だなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。完結嫌いだということですけれどもね、いろいろね、ズバッと意見を言っていろんなことがあるかもしれませんけれども、よく頑張ってくれました。はい、久保田結衣でした。お疲れ様でした。はい、続いては小暮ひとみです。はい、小暮ひとみです。今シーズンディアナとしてお仕事をさせていただいて、この短い間で本当にいろんなたくさんのことを経験させていただきました。大好きな横浜で、横浜ベイスターズでこんなお仕事ができて、こんな素敵な皆さんも、ファンの皆さんの前でこうやって今日ここまで18人のメンバーとして立てていることが本当に嬉しく思います。今日で試合は終わってしまうんですけれども、この18人でもうちょっと期間お仕事ができるので、精一杯最後まで頑張っていきたいと思います。本当にこういった機会を与えてくださった皆さん、本当にどうもありがとうございました。
はい、まあ、彼女はいつもワイヤーパークで MC を務めてくれて、本当にお姉さん的に頑張ってくれました。いつもね、あのどこであっても笑顔を絶やさず頑張ってくれました。徳江ひとみでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。続いて坂井優奈ちゃん、お願いします。坂井優奈です。今年いっぱいいろんなことがあって、と辛いことや楽しいこと、そしてメンバー17人で1年間ずっと笑顔で楽しく、ファンズも初めてだったんですが、いろんなことに挑戦してさせていただいて、すごいいい機会だったと思います。皆さんと一緒に旅館のベイスターズを応援仕事聞いたこと、すごい私はありがとうございました。イオナは一番若かったんだな。なあ、なあ、二人が若かったよな。頑張りました。いつも書いてくれてますよ。スタンプで怪我した時も痛さを見せずに最後までやりきってくれた。メンバーの神もいつもセットしてくれたのはイオナだったということです。ありがとうございました。坂井リオナでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、では桜井みなみちゃん、お願いします。はい、桜井みなみです。私はチアが大好きで、このリアーナとしてチアをできたことが本当に幸せでした。で、初めて経験するスタートで不安もたくさんありましたが、無事にここまでやってくることができました。ファンの皆さんに会えたこと、チームの17人出会えたことが本当に奇跡だと思うし幸せです。本当に今までありがとうございました。ありがとうございました。みんなを和ませてくれる存在で、スタンプや初心者ながらスポットというポジションの選手でナンバーワンの輝きを見せてくれたという桜井みなみでした。お疲れ様でした。さあ、続いては、続いてリーダーです、島根木奈々ちゃん、お願いします。はい、島根木奈々です。今年で3年目が終わろうとしています。シーズンが終わろうとしています。ここでこの間挨拶を、初めましての挨拶をみんなとさせていただいたのが本当につい最近のように思うんですけども、もうこんな時期になってしまいました。そして私はこの場面ももう3回目です。今年はリーダーとして初年度からいたメンバーや先輩が抜けて、3年目としては1人だったんですけど、新しいメンバーに支えられながら、みんなに本当助けられながらリアーナの活動をやってこれて、今年は本当に みんなが本当にいろいろとやってくれたので、ワイワパークでもいろんな新しい試みができて、なんか新しいリアーナのカラーを出せたんじゃないかと思っています。そしてファンの皆さんや、はい、お客様たちとも3年目でなんかもっともっと近くなったような気がして、なんかワイワイパークに来て足を運んでくれるお子様や、見てくださるファンの方たちも、なんか3年目に関してなんかどん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 本当に増えたなっていう気がして、なんかそれはティアナの活動というか、皆さんがやっぱりハマスタに足を運んでくれてるからなんだろうなというか、はい、そんなもう嬉しい気持ちでいっぱいです。感謝の気持ちでいっぱいです。そして本当にスタッフの皆さんに今日こういう機会を与えていただいて、私たちのわがままで長いステージやらせていただいて本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。いやー、この人は本当にね、よく頑張ってくれましたね。名前言うとあれやけどね、岩田の村という先輩が抜けた後、ずっと引っ張ってきてくれた、そんな岩田とかも見に来てくれてるからね。はい、よく頑張ってくれました。はい、お疲れ様でした。島根みなみでした。ありがとうございました。